こんにちは。そう、無料プレゼントなんですよね。なんかその無料オファーとかって昔ありましたけどもね、やっぱこう今この動画もそうですけど、無料コンテンツなんですよ。でこの動画を見たらなんかこう次に期待させるようなものがある人はチャンネル登録するし、次の動画を見るんですよね。でプレゼントする方としてはやっぱコストがかかってしまったりするとやっぱ限界きますよね。うん、確かに動画を送るのに1回1000円とか100円とかかかってたら多分ここまでできないんですよ。で物のプレゼントっていうのは本当これはね、お金かかっちゃうし、しかも送った挙句それを受け取ってもらえないとか気に入らなかったってクレームが来る可能性があるんで、だから物のプレゼントっていうのはやっぱ限界があるんですよね。で情報のプレゼントっていうのはやっぱ受け取る方もその情報を開けないとか見ないとか聞かないって選択ができますしね。だからそういう面ではすごいプレゼントに向いてると思うんですよ。で、やっぱり周りの人に何かね贈り物をするっていうふうに考えると、どうしてもお金がかかったりとか相手に拒否られる可能性があるとかっていうのでやっぱ億劫になるもんですけども、情報のプレゼント、要するに人を励ましたりとかね、慰めたりとか癒したりとかね、名言をどっかで聞いたような聞きかじった名言を送ったりってこれできますんで、それをまあ情報発信の基本にすればいいのかなと思うんですよね。その上で自分が体験したいい話とかね、嬉しかったこととかね、なんかこうしてもらったよとかね、誰かしてあげたよみたいないい話をこういった動画の中に搭載して、発信すれば、それを受け取った人がこの人はこういうことに喜びを感じる人なんだなと、自分に結構近いなとかね、もしくは違うな、新しい価値観だなっていう風な感じで関係ができると思うんですよね。まあ、吉野さんうまいこと言うのはね、やっぱこうもみじまんじゅうのプレゼントね、これやっぱ限界があるのと、甘いもの嫌いですとかね言われちゃったりもするわけですよ。まあそれはされたことはないんですけどね。でやっぱりこう人に何を贈ろうかなっていう時に、その食べ物もそうですし、なんか本当にね悩ましいですよね。本当受け取ってもらえるかどうか分かんないし、ひょっとしたら相手が無理してねそれをね食べたりする可能性もあるんですよ。送ってもらったから悪いからみたいな感じでね、まあ、そういうのを望んでるわけじゃないんで、本当なんかそのプレゼントっていうのはね、結構ね難しかったりしますよね。でおかげさんで今情報のプレゼントっていうのがこうやって Google のおかげでできますんで、気軽にメッセージを送ることができると。そしておそらくなんですけども、どんなものを送るよりも、例えばどんな食べ物を送るよりもね、動画のメッセージっていうのが多分一番心に残って喜ばれるんじゃないかなと思うんですよ。なぜならそれをこんな簡単でお金がかかんないのにほとんどの人がやらないからなんですよ。で旧世代型のものを送るっていうプレゼントはねずっとやってる、もしくはやらないんですよね。だからなんか誰かに何かをプレゼントするっていうことがだんだん失われてきてるのかなっていうふうに見るのと同時にね、お歳暮とかお中元なんてね、なくなってきてるわけじゃないですか。じゃああんな習慣意味ないよって言って、じゃあ代わりにあなたは何をしてますかって時に何もしなくなった姿がそこにあるのかなと思うわけですよね。そう考えると、やっぱこう活動動機に習慣とかね、なんか伝統とかね、常識とかっていうのも穴がちしてたもんじゃないかなと思うんですよ。なんかねその常識を捨てて新しい世界に向かってるんだろう、まだしもね常識を捨ててそれだけみたいなね、終わりましたやらなくなりましたとかね、だからその情報発信を私たち進めてるけども、そこに誰かのために何かをするっていう気持ちがもう欠けてきてるのではないかなと思うんですよ。要するに顔出しして動画をするっていうのに抵抗がある方、まあそれをねあまり卑下するつもりはありませんけども、自分の大切な人のために自分の顔を晒して何かをするってことがやっぱできなくなってきてるんですよね。だからまあそれがいわゆるください、ちょうだい、お願いしますになっちゃってね、でくれた、もらった、お願いが通った、でも結果が気に入らないっていうふうに結局はなんですから、クレキレ星人ですかね、クレキレ星人はもらってもね満足しないというかね、そんなことになるのかなと思いますよね。だからやっぱこう人が何をね喜ぶか見抜くのは難しいんで、こうやって不特定多数の方にメッセージを送ってね、動画としてで気に入った人だけが次も見てくれるっていうこの仕組みはとてもいいですね。多分この動画見て腹立った人はもう次見ないと思うんで、選別されていくという形ですよね。おなんだ次も見ていいんじゃないかなと思った人は次の動画を見ていただけるんで、おかげさまで億万長者合宿リターンズも108話から109話に向かうということでございました。いってらっしゃい。